カツラ歌蔵賞後、1964年7月20日対、落語芸術協会所属の落語家、作家、大阪府堺市出身、大東文化大学経済学部卒業。出囃子は、ハッピートーク。得意ネタは、滑稽話、与太郎話、人情話。落語界へ入る前には、イギリスのパンクロックバンド、ストラングラーズのメンバーである、ジャン・ジャック・バーネルが主催する。 空手道場へと入門するために、イギリスへ渡り、前座時代の1994年には30歳目前に、して、プロボクシング C 級ライセンスを取得する経歴を持つ。ボクシングとの両立について師匠である、桂歌丸と話し合った結果、落語に邁進することとなった。二つ目時代から、多くの新聞雑誌にて、エッセイコラムを連載する。 週刊ヤングサンデーにてコラム、笑いのドラを連載。各界の芸人に、桂歌ラ・ウタゾウが直撃するというスタイルで、3年半、32回の長期にわたって続いた。新内昇進時より、英語落語等による海外公演を積極的に行う。その国の数は16カ国に及ぶ。2009年、アイォーとザパストで第89回。 文芸春秋オール読み物新人賞の最終候補となる。2017年北国新聞社主催第5回赤羽万次郎賞にて優秀賞受賞。2017年第3回藤本義和文学賞虫の知らせにて特別賞受賞。2019年3月角川書店より青春落語小説予担保発売。2019年6月公文社より小説。 クルワに話せば発売。2019年7月日本文芸家協会編、ベストエッセイ2019に選出される。ありがとうございます。